どうも、マサです。今いつもの道の駅です。とりあえず出発したいと思います。行きましょう。お、なんかちょうど電車が来た。電車、汽車が来た。
予定にはあるんやろうとは思うんですけどね、この道この続きが多分こんな終わりってないですもんね。多分続きがあるんやろうけど、そんな多分いつになるか分かんないですよね、出来上がりなのか。後ろ速い車に疲れるとちょっとね、偉くなってくるんでちょうどいいですけどね。お、今のあのバイクはもしかしてハンターカブじゃないか。
かその人的にはなんか結局原因をあれしたらなんかコンピューターがなんたらかんたらって言ってたんですよ。コンピューターのあれで原因が分かったもんでそいつを直すみたいな話をしてたんですよ。でその時にあ同じやつついてるじゃんって言いよったんですけど、でも分かんないですけどね、それが どこで何が悪いのかは分かんないですけど、まあ、とりあえず治ってくれればいいんですけど、もうめちゃくちゃ運転しづらいのでこれブレーキがほんと変なタッチになってるんですよ。これがつくと、これがつくとっていうかこれが解除されたりした時もそうですけど、本当になんかねもうブレーキが変、カカンって効くもんでこれは本当に乗りづらいんで早く直してほしいなって感じなんですけど、あれなのかな、もう一回見せてほしいっていうのは何かまた違う感じのことがあるのかな、まあ、その辺はよく分かんないですけどね。とりあえず雪降る前にはちょっとこのブレーキのタッチは直してほしいな。雪の中このブレーキはちょっと怖いな。って思いますね。また雪やったらいいけど氷の上でこのブレーキされたらちょっとさすがにロックするよって話ですもん。こっちもあんま良くないんですけどね、向こうもあんま道が良くないんで、トレーラーが来ました。ここの交差点ってなんかすげえ左曲がりにくいんですよね。ここなんか変な感じのあれなんですよね。なんかめっちゃ曲がりづらいんですよ。これ右折車おるとマジでちょっといいって感じぐらい曲がりにくいですよ。ここなんやろ、角度的なものなのかな。右折レーンが手前にすごい出とるってかな。なんかめちゃくちゃ曲がりづらいなここ。まあ今右折車いないんで全然いいですけど、車おったら結構なんか、まあ、曲がりづらって感じになりますね。まあ曲がれるんですけどじゃあ文句言うなよなって話ですよね曲がれるなら文句言うなって。じゃあここをずっとね走っててまた三国出て、今ノアやったね。わあそう、そういえばねノアは納車、まあ確定ではないですけどもう最低でもこの時には来ますよっていうのはねもう決まりました。
ければ12月の頭には来るし、まあ遅くてもその次の週にはもう絶対に来てますっていう状態になりましたね。ということで12月納車が決まりました。うぃやりましたね。やべえ、相変わらずなんか中身のねえ話をダラダラとしてますが、まあ、そんな感じでノアの納車が決まって、ね、あの決まったんで、決まったというか日にちはまだあれ確定ではないですけど、一応最低でもここまでは待ってくれればあの車は来るよって状態にはなったので、まあ喜ばしい限りですね。ということで今日の動画はこういう喜ばしい状態で終わろうと思います。めっちゃ文句言っとったけど、さっきまでね。ということで引き続き走っていきたいと思います。見守りありがとうございました。バイバイ。